天気予報です。今日はよく晴れましたが、春はコロコロと天気が移り変わりやすい季節なんですね。明日の天気はどうなるでしょうか？お天気ライオンちゃん。はい、明日はだんだんと雲が増えて、午後は傘の出番というところも多くなりそうです。詳しくお伝えしていきます。明日の予想、天気図です。明日の朝はまだ。 高気圧が近畿地方のあたり粘ってくれている見込みなんですが夜にかけてこの高気圧東へと離れていくんですね変わって北からも南からも低気圧が近づいてきてこの低気圧に挟み撃ちにされるような形になりますでは天気の移り変わり明日の朝6時から時間を進めていきます明日の午前中はまだオレンジ色晴れる ところもありそうなんですけれどもだんだんと曇り空に変わって午後は北からもそして南からも雨雲が入り込んでくる見込みですあちらこちらで通り雨がありそうですでは明日の天気ですマークにすると曇りマークというところが多いんですが夜にかけて午後はあちらこちらでにわか雨となりそうです大きな傘マークの北や南の地域は確率が高め そして京阪神含めた近畿の中部も小さな傘のマークになっていますが夜にかけてパラッと来る可能性ありますので折りたたみ傘くらい持っておいた方が良さそうですそして明日は朝寒いのが特徴なんですね今夜は冷えそうです今朝に比べて低いところが多く大阪や神戸は4度くらいそしてその他内陸部では0度前後まで下がるところが多いでしょう今夜は寝冷えに気をつけてくださいそして昼間の気温も北部では今日よりも高くなり そうなんですが、その他のところは京都はあまり変わらず1 2 3度くらい。北風は収まってきます。けれども日差しが少ないですからね。明日も空気はひんやりと感じられそうです。週間予報です。明後日、春分の日は？ 上空に寒気を伴った低気圧が近づいてきて、広い範囲で雨風強まり、冬の嵐となるところが多くなりそうです。北部では木曜にかけて雪が降る見込み、寒さも一層厳しくなりそうで、土曜にかけて寒の戻りに注意をしてください。最後に洗濯情報です。明日はあちらこちらで庭カーメリ洗濯物濡らさないようにお気を付けください。以上、天気予報でした。春の選抜が今日開幕。ライオンちゃんは送りバン